昨日まで梅雨らしい天気が続いていたんですが、今日やっと晴れて気持ちの良い青空も見えていますね。向こうに見えるのはインドネシアバナナで、今年出来開花結実しますね。この辺はトマトの屋根のフレームだけが残っているところで、それを利用してですね、キュウリやマクワ類とかブドウですねなどを簡単に栽培できるような工夫をして利用しています。トマトは別に屋根なくてもできますからで、向こうの方に白い花が咲いているのは、沖縄から実生苗を持ち帰った伊樹の木ですね。椅子の木、伊樹で、ここでバナナ苗を増やす場所をちょっと作ってあるんですが、ここは早生の枝豆とかですね、収穫した跡地なんです。まだ収穫していない分もありますけれどもね。それで食べるためじゃなく、その前の段階のこういうバナナ貸しが1、これはあんまり多くないですね。1、2、3、4、5、6段ですかね、ぐらいついていますかね。とその先にちょっと活用するには貧弱なバナナのつぼみですね、バナナハートがついています。で、こういうのを東南アジアの熱帯国の人たちは上手に利用して立派な苗を作って、そして立派な収穫も得ています。で、その時にですね、東南アジアの熱帯国の人たちはいろんなことをされて、よくそれだけ世話するなぁと思うほどですね、なんて言うんでしょうね、野菜や草を刻んだものとか、それは当たり前だと思うんですが、日本ではあまり生の状態の植物を苗を作るときに利用したりしないんですがね、日本ではぼかしみたいにした状態のものを好むか、あるいは市販の肥料などを利用すると思うんですね。東南アジアでは卵、ビール、コカ・コーラ、アスピリン、なんか知らないけど注射みたいなこともしてるし、あと3種類ぐらいの色の液体ですね、もうジャブジャブってかけたりなんかして、ものすごくいろんなことして、成果もすごいんですが、よくそれだけやるもんだなと思いますね。で、そういうのを見てて、私は真似してコカ・コーラやビールやアスピリンとか使う気にはならないんですよ。私が考えたのは逆方向で、最低必要なことだけして、私の場合にはですね、こういう
トウモロコシとか枝豆とか、まあバナナとかですね、トマトとか、まあこれは美味しい品種の柿だっていうので、苗を購入して育ててみてて、今年は初めて収穫できるだろうと思うんですがね、こういう時でも肥料も使わない、肥料使わないから農薬使わなくて済むんです。有機肥料とか使ったらですね、大体は農薬が必要になるんです。まあ除草剤もあんまり使わないようにと JA では言ってるので、南高梅の産地としてはですね、除草剤をたくさん使わなくなったということではありがたいと思ってるんですが、それでも何月何日までは除草剤使ってもいいとか言うので、この垣根の向こうは梅畑ですし、あちら東側も私たちの家や畑の裏側の北側も、もういろんな農薬とか除草剤使う人たちがいるので、そうすると地下水がですね汚染されて、数値上は飲めると言われても、まあ、水道屋さんも調べてくれて飲まない方がいいですよって言うんですね。それで結局緊急の場合に井戸水を利用することすらできないわけなんですよね。で、肥料を使わない、無肥料無農薬無除草剤栽培で、まあお金はかからないんです。肥料も買わないし農薬も買わなくて済みますしね。まあ中には農薬をそのまま飲んで自殺する女性がいたりとか、まあ農薬もですね置いておいたら危ないですよねうちには冷たいお茶とかジュースぐらいしかないですから、いくら飲んでも自殺はできないんですよ。それでなるべくお金をかけないでシンプルな方法で、似たような一緒とは言わなくても似たような苗作りとか収穫のための栽培効果を出せないものかと、私はずっとそればっかしやってきたんです。それでバナナハート、ちょっとこれは哀れな大きさじゃなく小ささですが、あとまあ花房の段数もそう多くはないんですが、こういうものでも利用してですね、なるべく余計なことはしないでここから新規苗を作ったりして、そして来年以降の収穫につなげられる苗作りなどをできないものかと考えるわけなんです。でまずはまあ花房なんですが、これですね、とまあこの辺りからちょっと大きさが目立つアップルバナナがついていますが、ここでカットしてこの下をですねどう利用できるか、ここですねどう利用できるかということにした後、その下は段ごとに分けて、まあこちらは3日ぐらい前ですかね、6月13日ですから、今日は16ですから3日前ですね。3日前に緑の状態の菓子、バナナ菓子をここに植え込んで、ここから苗作りをするようにしておいたんです。で、これは今日の午前中にですね、今午後なんですが、午前中にですね、
このカボーはバナナハートは別なところに植えてあるんですが、その残り物をですね、この鉢に一段二段ちょっとだけと、それからここに一、これとこれは一緒だったんだと思うんです。で、横に入んなかったのでカットしてこうやったんですね。1、2、3、4、4段、その上に2段か3段あったのは他の場所にもうちょっと大きなバナナハートと一緒に植え込んであります。いずれ撮影しようと思いますがね。で、こういうバナナハートをポットに、大きなポットに植えた時にパインと合体させたので、そのパインのクラウンをここに、このタワーポットに一緒に植えてあるんですね。まずは私が使う材料といったら、ビールやコカ・コーラはなくて、ノコギリ、竹を切るノコギリなんですがね、と、まあ、刃のかけた包丁と、あとまあハサミですね。あとまあ、うちの畑は土が柔らかいですから、雨も降った後ですから、大きなスコップいらないし、ミニスコップぐらいで間に合うもんですから、まあこんな道具ぐらいで、あとはコカ・コーラもビールもアスピリも何もないんですね。じゃあこれから作業をしようと思うんですが、最初はですね、まあここでもこれはカットしてしまってですね、ハサミで簡単に切れますから。で、その後どうするかで、この果軸ですね、どのあたりでカットするか、そしてこのカボーやバナナハートが役に立つかどうか、この大きさではわからないんですが、多分このあたりで切って、この軸ですねを差し込んでみると、余ったところは何もならないだろうとは思いますね。じゃあちょっと作業しますので、一旦撮影を止めて、これはこうなりましたって後からもう一度撮影しましょう。まあ材料とか素材とかはこんなもんで、他にコカ・コーラかビールかアスピリンかってだってお金かかりますんで、まあそういうことは一切しないで、肥料も農薬も除草剤も買わないで済むような栽培生活をしていますので、それに準じた方法でアイデアと労力だけで、まあ熱帯国の人たちみたいな成果は出せないんですが、まあ日本でも沖縄、南西諸島というと亜熱帯ですよね。あの辺でできる程度のことまでは和歌山県でもなんとかかんとかいけるんじゃないかと思うんです。バナナハートとその上の果軸についているバナナカシを利用して、まあ新規苗を作るという目的で作業をしたんですが、まあここにちょっと小さめのアップルバナナのバナナハートですね、あと段がついていたのが、これが6段目5段目4段目3段目2段目計算が合わないですね1、2、3、4、5、5段ですね。これが5で4、3、2、1ということですね。まあこれは余った軸をこちらのバナナハートのそばに植えておいただけで、この果軸もですね、
果実って果実の果、フルーツの果の軸です。はここで終わりという意味で指しておいただけで意味はありません。使ったのは結局包丁もノコギリも使わなくて、ハサミとあと上穴を掘る時のミニスコップだけでした。ただこれだけです。ノーコカコーラ、ノービア、ノーアスピリンということで、お金のかからない、ただ作業の段取りさえ知ってればそれで間に合うということですね。まあとにかくシンプルな方法で私は栽培して収穫物を食べてということで、自分たちで食べる分にお金かけるということはですね、例えば肥料買わなきゃない、肥料を使うと農薬が必要になる、あと大抵はビニールハウスを使ったりとか、あとまあいろんな機械ですねを使うと油も使わないといけないでしょ。何もかも合算していくと農業なんて本当は儲かってないんですよ。儲かってるのは JA の金融部門ぐらいですかね。お百姓さんは食べていければいいやぐらいしか実際には収穫を得てないんじゃないかと思うんですよ。まあ私は仕事もしていませんし、年金も国民年金で少ないですから、もしヨガの講習会とかやって向こうに屋根だけ見える家ですねと、家内の実家からタダで使わせてもらっている畑があるから、なんとかかんとか年をとってもですねやっていけるのであって、これがもしアパート代あるいはマンション代を払わなきゃないと言ったら、こんな食べ物を作る農業だけでは、そして国民年金でいろいろな支払いですね、家内が乗っている車のガソリン代とかですね、あれやこれやを支払うこともできなかっただろうと思うんですね。たまたま、まああんまり余計なこともしないで暮らせているというだけで、あとはノーアルヨーガ生活のヨーガ、アラマのマハルシとヨーガスータラの教え、それでセルフリアライゼーションのためにアビアサ、熱静な修行をするということだけで、だけを目標にして目的にして生きていけてるだけなんですね。まあ就職もしたことないしする気もなかったんですが、たまたま仙台にいた頃は、仙台市にいた頃はギター教室とかスペイン語教室を細々とやって、あとは幼児用の4弦ギターというのを開発して、名古屋市の方のギター関係の会社の顧問をして顧問料をいただいて、まあそれも嫌になって家内の実家で、まあ土地が畑がタダで借りられるということで、まあここに水部町にですね、昔は水部川村と言っていましたが、で畑をやりながらヨーガの修行と、あと大阪の方から来てくれと言われて、毎月講習会に2泊3日ぐらいで出かけて行ってたんですね。その時いただいた謝礼でたまたま家を建てることができて、
まあ最初ちょっと足りないってカナエが言うのでローンを組んでもらって、まあそれも支払いはだいぶ前に済ませたので、とにかくノアヨガ生活は基本的にはほとんど自分の労力だけで、あとはなるべくお金使わないで、まあ必要な苗とか種で持っていないものを買わないといけないので、その分だけの出費ができれば、あとはまあ朝から晩まで私はほとんどお金を持ってどっかに出かけるという生活をしていないので、まあ家内は、家内とか姉はですね、毎日なんかちょこっとでもいいから買い物しないと気が済まないという女性に多いタイプですから、まあ好き勝手にしてもらったらいいと思ってるんですがね、私はここからめったに動きません。まああとは残りわずかな余命で、どこまで何歳までできるか知りませんが、ノーアルヨガ生活をしながら最後は畑もできなくなると思いますので、ひたすらラマナ・マハリチとヨーガ・スープラの教えを心に深く刻んで、もう一度輪廻転生してラマナ・マハリチのような生き身の解脱者に一人だけお会いしたいものだと思ってます。それであとはエンディングを迎えることができるなら、輪廻転生のエンディングを迎えることができるなら、私が望んでいる通りのもう一度だけの輪廻ということを実現できるかもしれません。まあそれもあんまり当てを作らないで、そうであればいいと思っているだけでしてね、もう007じゃなく、もうすぐあさってには077の年齢になりますので、まあもういい加減この現象世界でアクセクするのもおのずと終わりになってくれればいいという淡い望みは抱いています。まあそれまでまだ体が動くもんですから、今日やったようなことをしたりですね、このアップルバナナよりもっとマシなカーボーじゃないか、ほうバナナハートがついていたものを処理したものがあるので、ちょっとここで一旦切って、そっちだけ最後に撮影して終わりにしようと思います。撮影してきたちょっと小さなバナナハートよりも、もうちょっと大きいバナナハートと、まあこれは何段ぐらいあるか奥の方まで数えてみないと分かんないのでよしておきますが、もうちょっとマシな苗を取れそうなバナナハートがついた果実の房、花房でした。こちらはもうちょっと小さめなんですが、畑のよりはもうちょっとマシなバナナハートですね。あとここにちょっとついていたバナナ果実を切り分けて植えておいたんですね。まあ、今日の作業はこれとこれと今畑で撮影してきたものの処理ということですね。で、昨日までですね、今日の午前中もちょっとやりましたが、前この私の部屋の前の
犬走りにですね、60リットルの、まあまあまあのプラ鉢を置いて、バナナを主に植えておいたんですが、バナナは畑や山の方に植える方がマシなので、どうせ私が栽培するものは南和系のバナナが多いので、和歌山県でずっとやってきた通年露天露地無肥料無農薬栽培で収穫もできますのでね。でここは昨年の冬から練習のつもりで取り組んできた2種類の果樹苗を合体させて1本のあるいは1株の合体苗から2種類の作物を収穫するということのための苗作りに利用しようと思って、こうあれこれいろんなものを仕掛けてあるんですね。数日間でここは全部そのようなものにまあ変換したんですね。まあこれは説明しないとわからないと思いますが、中央にあるのはドワーフナンはバナナの神経の下にですね、レッドドラゴンフルーツ、赤いドラゴンフルーツを置いて、そこからできる苗、つまりドワーフナンワーとレッドドラゴンフルーツですね、それの苗から一本の合体苗を、一本あるいは二三本の合体苗を取って、そうしてその新規合体苗を植えると一本の苗でドワーフナンワーもドラゴンフルーツも収穫できるという試みを仕掛けてあるんです。どうなるか分かりませんがね。あとこの周りにあるのは前にメリクロン苗として販売したナンワージャイアントのメリクロン苗で残っていたものです。それの下にやはり赤いドラゴンフルーツの、まあ、果実の切片、断片ですねを下に敷いて、それも難はジャイアントと、それから赤いドラゴンフルーツの両取りができればということで昨日仕掛けたところなんですね。昨日仕掛けたところですので、今日は気温も高いのでちょっと苗がしおれ気味ですが、まあ、数日すればシャンとしてくるでしょう。であとは説明していくと時間がかかりますから、とにかくここはですね、主に日本の果樹の合体苗ですね、それを仕掛けてあるところです。まあ5割ぐらいも成功すれば来年は良き収穫を目指しての展望が開けてくると思いますね。まあ熱帯国なら簡単にできることでも、日本特に本州ですから、和歌山県は越冬問題も抱えてますので、ドワーフナンワーバナーとか越冬問題をクリアしてくれた植物苗もあるんですが、例えばパパイヤ苗なんかは露地でそのままではなかなか越冬しないですからね。あとパイナップル苗もですね、
工夫すると越冬はしてくれるんですが、そうそう簡単に越冬できるわけではありませんので、まあ冬、今年の冬が近づいてきたらどのようにするか、またその時の状況を考えてですね、対策を練って作物たちにもあまり迷惑をかけないで、私が設定した目標に近づけるように、まあやっていきたいなと思っていますね。